こんにちは、あやぶしょです。2018年12月29日、あと2018年まで、あと残り2日となりましたが、まあせっかくなんで、去年もやった通り、機関車トーマス、の関連商品買ってよかったランキング2018年。はい、結構たんまりありますね。まず、まあ、機関車トーマス関連商品で、ね、セットものとかトーマスエンジンコレクション、あのね、今年は新品の DVD など買いましたからね。そしてあと本、2018年、あと海外輸入品のものも買いましたね。はい、まあそんな感じ、早速ですが、まあちょっと、はい、プラロードから、紹介したいランキングを決めたいと思います。自分で、まあ、ちょっとした改造して、まあ、ロットをつけました。そして第2位、
第2位は、こちらです。TS-01 のプラレールトーマスのリニューアルなんです。なぜこれ第2位にしたかというと、なんとトーマス兄と比べて、やっと CG 化にリニューアルされて、すごい嬉しかったですね。はい、そういうわけで。そして、第1位は、こちら。じゃん。もっとおしゃべりゴードンです。なぜこれを第1位にしたかというと、僕、スカーサトーマスの中でゴードンが一番好きなキャラクターですよ。そして、もっとおしゃべりゴードンは、宇津健さんの、音声と、やはりゴードンの、脇のボイラー部分のシールが、とても再現が細かくて、すごい作りが良かったなというふうに思いました。はい、廃盤商品が手に入れて良かったです。まあ、それ以外の商品も、買って良かったかなというふうに思います。そして、愉快な傘シリーズ、3個発表します。まず第3位は、こちら。じゃん。ジェームスと牧場傘セットです。なんでこれを第3位にしたかというと、ジェームスと牧場傘は2740円で掘り起こしで買えて良かったのと、やはり状態がそこそこ良かったです。そして第2位は、こちら。パーシーと恐竜傘セットです。なんでこれを第2位にしたかというと、やはり、ちょっと高めですが、4500円以上もして、これは貴重なプラレールで、そして第1位はこちら、トーマス65周年アニバーサリーバースデーパレードカセット。これ第1位にしたかっていうと、これはね、人形劇の第7シーズンのベストドレッサーは誰っていう、トーマス の飾り仕様がとても良かった。あとオールドスノーコーチがついていたのがすごい良くて1位にしました。そしてあとおしゃべり関連シリーズ、初期のおしゃべりシリーズ、初期のおしゃべりシリーズ一番良かったのは、第2位こちら、おしゃべりトレバー。これおしゃべりトレバーが第2位にしたかっていうと、やはりおしゃべり音が3種類しか結構少なめのランなんですが、それでも面白いチケットだな、面白い情景おしゃべりだなと思いました。そして第1位こちら、おしゃべりジェームスですね。なぜこれおしゃべりジェームス第1位にしたかっていうと、ジェームスだけじゃなくて他のセットもついていて、ジェームスが安く買うためにジェームスは、安めに買えてよかったかなというふうに思いましたし、18年前ですと結構元気に喋ってくれましたね。そしてあとこの丸ごと本も書いてたんですね。海外輸入品で買ったのが、この2つ、バットマンの給水塔や、ドクターハマット教の初代の車ですね。これランキングには入りません。これもランキングには入りませんが、新品で6本とも買えてよかったです。これ10年前のものなんでね、まだ僕小学校の時です。エンジンコレクションも、ランキングがありません。1つしか買えませんでした。そしてあと傘シリーズ、去年のおまけでついていたこの傘シリーズもやはり初コンプリートしてよかったですね。そしてあと、またセコロではないんですけど、この3種類、第3位はこちら、メタルバーキーですね。これはプラレールハブでもらったやつで、音は鳴りませんので、引っ張って遊ぶのにはすごい楽しいと思います。そして第2位はこちら、テコロで1年プラレールメタルトーマスです。これはね、飛び出す友情大冒険に登場して、ただ飾りとして置いただけの再現シーン、ちょっと短めですが、買おうと思いました。そして第1位はもちろんこれ、テコロでサウンドのセオです。これは飛び出す友情大冒険の、ハリキャン・フランキー、デキシー、マーリー、そしてセオが、テコロでサイズで、買えたのは、テコロでサイズがちょうど良かったです。そして次に、セットモノに入りますね。これはトーマスと関係ないんですが、これはランクには入りません。そして、2、3、4、6、7、セットモノはもう、今年9個ぐらい買いましたね。第9位からいきたいと思います。第9位はこちら。じゃん。機関車トーマスのガタゴトワークセットです。なぜこれを9位の最下位にしたかというと、やはりはめるときにちょっと破損してしまったり、さっきもはめようとしたら破損しちゃって、接着剤なんとか直したんですけど、この部分で破損したんで、もう外しても壊れちゃうだけなんで、接着剤でくっつけちゃいます。もう二度と外さないようにはしたいと思います。やっぱり外してもまた破損する一方なんで、第9位にしました。そして第8位。第8位はこちら。じゃん。機関車トーマスとパーシーとデューセットです。なぜこれを第8位にしたかというと、やはり値段的には良かったんですけど、ちょっと状態が。Thank you.
し、第一位はなんといってもこれでしょう。じゃあ機関車トーマス、力持ちの仲間としてこれを第一位にしたかっていうと、やはりブレスフォードが最後に飛び出す勇者大冒険に製品化されたのがめちゃくちゃ嬉しかったのと、やはりハービー、ハービーが復活しましたね。そしてプラレールマリオン、マリオンはもう3個目なんですけど、ゲイターのマリオン時々使われたセットを持っていますが、なんと、まあ、来年ゲイターのマリオン廃盤になってしまうと、ゲイター、ああマリオンだけはセットだけ残りますね。ハービー、なんでこれを見るにしたかっていうと、まあ、Tシリーズに、まあ、ちょっと入れたいテーマ、使うものはもうこっちに移動したいです。なんとね、ベルフォードの、車両が通るたびに追いかけてくるギミックはすごい面白いかなって思いました。ね、まだ買ってない方、ハービー欲しかった方にはすごいおすすめな商品でした。はい、という感じで、2018年、機関車トーマスの関連商品で買ってよかったランキングでした。まあ日本のプラレトーマスも買うものも残り少なくなってきましたね。まだ T シリーズで残っているのはネビル、マイティマック、もっとおしゃれシリーズではエドワード、ヘンリー、その他のやつでは力持ち、ゴードン、非売品の金ピカトーマス、銀メッキトーマス、あとテレガオのトーマスで、セットものではトーマスとバッシュの丸太積み下ろしセット、ぐるぐるブリッジセット、ドナルドとダグの行き先セット、ビルとベンのミラトン仲間のセットだけですね。あとは新発売のものをまあ買え、あ、そうだ、あと初期のおしゃべりシリーズはヘンリー、パーシー、トビー、ディーゼル10、おしゃべりキャロラインを、まあ、あとゴードンと動物園カセットを買えば多分20個近く買えばもう多分廃盤商品の買い物はもう終わりですね。最後にちょっと去年その今年は買ったものと去年買ったもののちょっと総計金額を言いたいと思います。2014年度は、10万1930円でした。なぜこで今年2018年はなんと9万8053円でした。あ、2017年のちょっと入れます、10万1930円で、ちょっと計算し忘れたもん。オリジナルソングの6段シリーズと7段シリーズの曲が確か1200円ぐらい買えて、それと合わせると去年は10万3930円でしたね。まあ今年の方がまあそこそこ安く買えてよかったし、やはり廃盤商品をの値段がそこそこ安く買えたかなというふうに思いますね。まあ今年はもう東京から神奈川の小田原までも自転車で行って、もうディーゼル、ジェットエンジン、バースデーパレード、ジェームス牧場セット買いましたからね。もう行き帰りめっちゃ疲れましたよ。まあそれ以外はまあヤフオクなど、まあ今年はメルカリデビューしてまあ2つぐらいしか買ってないんですけど、まあ自分的にはそこそこ集められてよかったかなというふうには思いました。まあプラロードもコンプリートしました。はい、てな感じで来年も、欠かさず残っているやつと、あと DVD も集めていけたら、集めていけたらいいなというふうに思っております。はい、そんな感じです。ご視聴いただきありがとうございました。バイ。